SRT は2016年、韓国において、水彩平沢高速線開業と同時に導入された、SR 社の高速列車名及びそのブランド。スーパーラピットトレーン、または、SR トレーンを意味する。水彩駅を起点に、普山、木浦に至る、路線網を担っている。水彩平沢高速線以外の区間は、カールの路線であるが、SR の乗務員が、 全区間同士で乗務する。KTX が直通する、全羅線、経前線、東海線には乗り入れ予定がなく、沿線自治体から乗り入れ要望が出されている。SRT 韓国経済新聞12、KTX80 から 90%2016 年12月2日、アジア経済 SRT 運行区間、2016年12月8日、 SR 公式2016年12月9日から2017年4月12日まで、運行2019年3月4日、SR 公式2019年3月8日、GTX 線開通時まで運行、PDF 参照 SRT、60%2017 年4月6日、東は日報、SRT、KTX 年4602017年10月12日朝鮮日報、 SRT 2018年5月28日 SBS ニュースありがとうございます。